ゃ。じゃあさあキャンプ、はい、ガーちゃんさ、はい、キャンプの時もう1ヶ月いるじゃん同じ、はい、まあ現役の時だよ、はい、まあ今だったら、まあ、例えば休みの日ゴルフ行ったりだとか夜はちょっとお酒入れようかとか、まあ、いろんな楽しみ方があるじゃん、はい、キャンプでの楽しみ方ってあったの？もう現役の時、現役の時は長くいると知り合いの人も増えてくるので、まずその人たちに人に会うことがすごく楽しみなので、練習充実させてその人たちと世間話しながら青森を飲むっていうのはやっぱ楽しみの一つでした。俺らなんかのさ、キャンプ行って、まあ、新聞記者とかは、まあ、セリフは多かったんだよね。食事して帰ってくるぐらいでほとんどあんまり出ない、はい、夜間練習もある、はい、でも日本ハムに移籍して来た時にびっくりしたのは誰もいなくなるんだよ。練習終わって、はい、パチンコだよね。あ、パチンコ、もう手真っ黒にして帰ってきて、はい、スロットですよね。パチンコやってた。僕はあんまりやらなかったんですよ。でもスロットで型作ってたやつっているらしいじゃん。それは日本ハムの武勇伝であります。そうだろう。かつて沖縄のスロットマシンはまだガッチャン残ってたんですよ。90年代前半本当に肩これで作ってたってみんな言ってました。そうだろう、あ、面白かったろみたいな。そうだろう、今日は肩あったぜみたいな。そりゃいかんやろうと思ったんだけど。そうか、豊さんが94年ファイターズに来られた時にはもう その人たちがいっぱいいましたね。もう誰もいないんだよ。柴田康光さんなんてこうやってちょっと角度変えて型作ってましたから。そうだろう、はい、もうそのうちじゃないの。いや僕もあの見よう見まねで一回行って遊びましたけど、僕手が汚れるのがすごく気になってやめたんですよ。はい、だからキャンプ日本ハムは面白いよね。ブーデンがいっぱいあって、はい、いや本当そのパチスロー、パチンコ、あのベテランの方々も大好きだったんですよ。いや本当だよな、はい、それでも練習上がったらすぐタクシーで、で、まあ、やっぱ不人気リーグ独特でジャージでその辺出かけても何にも問題なかったんですよ。だって開幕戦だってジャージで来るぐらい。もうびっくりしたよ。俺がお前ジャケット着てたら今日何があるんですかって。そんなことはええみたいな、今日開幕だろみたいな。ジャージっていうかあのイージーパンツにちょっとダボっとした T シャツ着て、でスリッパだよ。スリッパでした。僕は靴履いてましたけど。本当に、はい、あのまあ駐車場からずっと屋内だからですよね。そう東京ドームは。びっくりした。最初はパリーグってこんなんかと思った。じゃないよ。いや今もう全然違うけどな。今あの梨田監督になった時ぐらいからジャージでうろうろするのはやめようってなったんですよ、うん、ちゃんと出かける時には洋服を着ましょう。ジャージは館内での、まあ、部屋着扱いになったのは聞きました。ほんであの日本ハムの選手って本当にサウナ好きだな。ああ、ホテルにあったし、ありましたし、はい、であれだけ汗かいてるのまだ書こうとするだろ。俺なんでな。俺怪我すると思う。そうですね、水分出すぎると肉離れしますよね。そうそう、はい、平気やったら日本ハム入ってましたね。入ってたもんで地下のあのサウナ、いや入ってたよ、はいはい、でなんかドラム缶みたいな水風呂、はいはい、まあ、よく覚えてます、ね、いや覚えてる、まだあると思いますよ多分。いやびっくりしたもんだって最初。あれだけ汗かいてるのまだ汗かくんかいね。もう練習足らんのかーいって突っ込みたくなるぐらいですね。いや本当よ。ああ日本ハムの文化です。いやそれで食堂行ったら、はい、まあさすがやな、肉がいいのがあるね。で自分で焼いてみたいな、はいはい、朝ももう加工牛ハムあたりになってもうしっかりなあ、さすがに。いや食い物はやっぱさすがやなと思ったけど、はい、他に面白いことあった？面白いことですか。あのちょっと一つ僕この間一人で爆笑してしまったんですけども、僕ら宿泊していたすぐ裏に散髪屋さんがあるんですよ、うん、でその散髪屋さん出てすぐなんでみんな重宝して行ってたんですよ。で切ってて、あここにそういえば散髪屋さんあったよなって言ってたら、そこに看板でカツラって書いてましたもん。なんかなんで、いや分かんないです。カツラというスナックになってたんですよ。あ、そうなの。カツラ、いや、そうなの。だから発音が違うとさ、あの漢字一文字でカツラ、あ漢字一文字でカツラってあるじゃないですか、土二つか、はいはいはい、はい、そう書いて、あれ、何屋さんかなと、カツラっていうスナックでやってました。それはね、床屋の名残でこのネーミングにしたのはね、いや、わかんないです、一人でケラケラ笑ってました。そう、面白いな。いや、それはでも歴史を知らんとな、はいはい、面白くもなんともないのか、はいはい、キャンプの楽しみは、まあ、あの本当に名古屋のあたりはゴルフ場が近くにてんてんてんとありますんで、ゴルフを2ラウンド、うん、ゴルフ場はしご、そんなにしてた。そうなんですよ。 A というゴルフ場でプレーして昼ご飯食べてそのまま B に行って一日中ゴルフしてる。それは何、日本ハムの文化なの、それ。
ゴルフ好きの数名なんですけども、でもまあカート乗ったりして運動はそんなに野球ほど少なく、心肺機能を使わずにゲーム性高いんで、もうのめり込んでたんですよね。だゴルフ派かパチンコ派かでした。俺1日パチンコやってる人もいますよ。いたな、はい、びっくりするぐらい。いや本当だよな、はい、で僕はゴルフ派の方で、上からもで芝生からも照り返しで真っ黒になって休み明け登場なんですよ。もうそうだよな、はい、でも元気でしたその分。いやそれは若いからですよそれは若いから、そんなゴルフぐらいやって疲れないよなあれだけバンバン走ってんのに。そうですね、はい、はい、いやでも日本ハムに来た時びっくりしたのは自由だなっていうのがあった。へえ。でもゴルフは禁止だったでしょ俺らは。へえ。それなんでなんですか、なんで禁止なんですか。逆に当たり前のようにやってた僕らからするとなんで禁止なんですか。いやもう当時はやっぱそれは厳しかったじゃない、はい、ゴルフって遊びじゃない、遊びに来てるわけじゃないとか言われて、はい、それはもう何もできなかったよ。日本我々は読書するか読書映画館行って、映画館ポップコーンちょっとつまみながらまあそれは嘘やで、読書なしそれは嘘やゴルフ OK で釣りも OK だったんですよ。ああでも釣りは危ないから。あでも船釣りはダメって言ってました。ああ、はい、でも磯釣りも危ないけどな。ああでも島柳さんが結構こうやって釣って、俺これ釣ったわーっていつも、あの人釣り好きだったんで。釣ってどうするの。さば、はい、いてるのもあったんじゃないですかね。ああそう、はいはい。だ休日は結構沖縄満喫、この北部名護市を満喫してる選手ばかりでした。なるほど、はい、でも練習の時もコーチとか呼び捨てだもんな日本ハムは。あ、それはもう大ベテランの。いやもうびっくりしたよ。ああ猿渡さんなんか、ああサロサロ言うて。それ大島さんですよね。いやいや他の人も言ってたよ。大島さんだけじゃなくて。いやだからセリーグの時はそんな呼び捨てなんかさ絶対できなかったよ。大島さんは猿渡コーチと同い年だったんですよ、うん、なので「おいサラお前もうちょっと優しくノック出れるのか」とかなんか言ってたよ、はい、他の若いのも連れてサロサロ言うて。サルさんって言ってなかったんですか。いやいやサラってサンは相当後からサンって言ってたいやいやどこ大丈夫なのか。それ多分広瀬さんとかですよ。おサルサル。いやそう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 いやだからすごいなと思ってさ一回そのサルで思い出しました。そのサルさん事件、もう事件いっぱいあるんですよ猿渡コーチの場合は。だから藤島聖吾さんと思ってます。僕の2つ上なんですけど、右バッターでしょ。はい、ほんで大型内野手でノックガンガン受けてて、サルさんどうのこうのサルさんやった、おめえにサルさんなんて言われる筋合いねえんだよ、あいつにちゃんと丁寧におつけろおサルさんと思うじゃないですか。冗談で言われたんですよ。お猿さんってみんな思った瞬間に、すいません猿尾さんって言ったんですよそっちかーって言って猿尾さん猿尾さん、おいもう猿渡コーチがそれ抜けてもうええわーってノック終わったんですよなんか面白いシーンがあって。外野の守備走塁コーチって誰だったっけ俺らが入った時って。誰でした。村井さんと。俺あ村井さんだ。はい、村井さんもいい加減やったないい加減かどうか分かんないけどいやいや俺あのセカンドからレフトにコンバート、はい、知り合いがおったから、はい、で「豊ガヤ頑張れよ」とか言われて、はいはい、で「大丈夫ですかね」って「大丈夫だよ」って「取れないもんは取れないし取れるもんは取れるんだよ」ってもうそのまんまやんかいってで試合でもねもう肩も衰えてたからもう大事な試合なんだよ、はい、ね、でもサヨナラの場面でレフトで「俺交代した方がいいんじゃないかって言ったの、はい、いいんだいいんだよとかでこうやってんだよ。スポーツ狩りの村井コーチですね。そうそうそう、もう気合の入ったね。気合の入った。いやほんで、ね、まあそれサヨナラの危機を出してベンチが「サンさん僕肩大丈夫ですか?」とか言ったら「大丈夫なんだ投げれるんだろ?」って言うからそりゃボールが投げれるけど強さがないって言う大丈夫だ大丈夫だって何でも大丈夫なんだなと思ってまあ、そういうコーチ多かったよな。そうですね、うん、はい、行き当たりばったりのコーチおられました。名言、ああもう名言だらけですね。もう興奮すると何言ってるのか分からなくなる鈴木コーチとおられました。ヘッドコーチおったドラゴエの方で、あらやあらやあらやめちゃくちゃいい人で、若い選手もすごい声かけてくれるんですけど、一回ベンチですっごい不思議だったんですよ。一軍上がった時になんか「めぐちゃんめぐちゃん!」ってすごい叫んでるんですよ。えなんか相手の選手に「お前の彼女めぐちゃんやろ」言うて
冷やかしてんのかなと思ったんですよ。メグちゃんメグちゃんメグちゃん、これマジで大丈夫かなと思って、鈴木さんってなんでメグちゃん言うてるんですかって、一応メイクチャンスって言ってるみたいですで冷静にベンチに座ってた先輩が、あれ一応メイクチャンスらしいで、いや鈴木さんにね俺精神的に助けられたのはあの地方行って新潟の時だから俺もう調子が悪くてさ、はい、でスタメンも外されてとかいろいろあって移籍してね、でだからちょっと話があるって言って練習中に、はい、ここ座れとか言われて、どうしたんですかって、じゃあ元気出してやろうよみたいないや調子悪いからなかなか元気も出ないっすよってそこを出すんだよとか言って、いやいや熱血の方でしょ、ね、出したいんだけども結果があれだし1年目やしなかなか出ませんよって言ったらそこを頑張って出すんだよって、いやでもそれ実際その通りで、まあでも元気はあるんですけど、やっぱ結果がないとそう見えてしまうでしょって、あそりゃそりゃ分かるって、でも元気なんだよって、いや声出せばいいんですかって言ったら、まあそれもそうだとか言って、なんかね言ってることが分かんなくなってんだよ、ね、ベンチでメグちゃん言うてますよねまあいや本当にでその横で近藤コーチとおられました、バッティングが天秤だもん、知ってるよ近藤監督さん、あの人は太陽の時から、ああそうですか、うん、横でちょっとヒヒヒヒヒヒってその鈴木さんを見て笑ってましたね、いつも今思うよ、笑ってたし、はい、近藤さんに言われたのはいいか、鈴木さんが何か言われたかも分かんないけどあんまり気にするどんなやどんな組織なんやとか言っていきなり開幕の時大沢さん、はい、あの準優勝見てんだな、はいはい、でそれを見て、おいあいつとは口聞くなとか言われて、言われなかった、みたいな、あ僕二軍が大半で最後の方に一軍上がったんで、はい、みたいな、そんなんあるみたいな解説したの準優勝見てあいつは口聞いたらいかんぞとか言ってでも結果5位か6位で大沢さん辞められたんですよ、最下位でしたっけ、優勝するためにお前が必要なんだって言われて、はあ、最下位だよまたまただよ太陽の時も最下位でもね監督賞ケチったいかん、あびっくりしたの、まあ、全然額が違ったんですか太陽と、うん、マネージャーの人は名前なんだっけ、加賀山さん、加賀山さん、森さんじゃなくて加賀山さん、うん、はい、で持ってきて、はい、おい監督賞出たからって監督リレー言っとけよ、あれ1万みたいな10万じゃなく1万1万え太陽相場はいくらだったんですか、まあ、10万からだよね、ああ監督賞が、まあ、びっくりした、で 0.5 とか5万かなと思ったら5000円、おい刻んだなみたいな0.3 とか 0.1 もあったからねああそれは勝利球の話ですか、そう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 、ありました、あったでしょ、額が少なかったんですよ、もう今やからですね、あれ勝利球ってあの確か1試合に始め当時20万やったと思います、だから少なかったんですよ、でいやそれをまたみんなに分配しようとするんだよ、そうですね、はい、でどっかからか50万になったんですよ、だからあっちゃんに言ったことあるの、ガタオカに、うん、0.3 万かって言ったら、ただ何言ってんですかって、3000円ですよっていや3000円もらってどうすんだみたいなで当時はね受賞刻みでもらえるんですよね、あそうそう裸で、そうそうそうでも大したくないからなんかだからありました、まだセリーグの方がその当時は良かったからね、ああそうですね、金銭的スポンサーもいたんですかね、びっくりしたよ、オーナー賞はあったんですよ、オーナー賞はもうここに諭吉さんが10枚入ってます、オーナーが来られて勝利して活躍した選手にパッ、はい、でもそういう意味では日本も変わったんだろうな、当時から比べるとだと思います、ね、はい、北海道って大正解やしな、エスコンフィールドも大盛況ですから、今年の順位予想もだと思います、あの人のミーティングめちゃくちゃ面白くて、あのあと2軍のコーチされてたんですよ、聞いたら「ういごやっぱりね、あの何ちゅうかやっぱりね、あのやっぱりね、あの野球はねやっぱりね、やっぱりばっかり言うんですよ、うん、そうだね、ある時みんなで数えようってなって試合終わってからのゲームリビューでやっぱりね、今日の試合なんてお前やっぱりね、もうあいつのピッチャーはやっぱりねって、29回っていう最高記録打ち上げたんですよほんのちょっとでそれ帰りのバスでみんなケラケラ笑いながら、さんさんおられるじゃないですか、あの人が二軍監督になった時に選手陰でとうとうドラえもんって呼ぶようになってきたんですよ、コロコロ太ってるからドラえもん、
いや、ちょっとドラえもん怒ってるね、ほんま。とかで、いろんな感じ。バス乗ってたら急に、テレレ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 レって流れてきて、テレレ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 若い時ってそういうのいっぱいありましたね。 あの当時も古いベンツ乗られてたんですよ、クリーム色の。あれも1972、3年モデルやと思うんですけど、クラシックカーって乗ってたんですけど、もう窓がもう自動窓なんて絶対動かなくなって、なんかダンボールかなんかこうやって持ちながら運転してたんですよ。いや、昔のエピソードって面白いよね。面白いですね、あの原始的な。高木義和さんってタイヤ変えて、はい、車庫端にして、はい、あぜ道走ってたらガタンって言ったんだって。タイヤが抜いていったってミラーで見たみたい。抜いていったんですか。そうそう、タイヤが抜いていったって。堀本さんってご存知ですか。おじいさん。あ、知ってる知ってる。あの方もう亡くなられたと思うんですけど、あの人がなんか2軍のコーチやってて、球場から帰る時に五十嵐慎一さん、ジャガーかな乗ってあって、あの五十嵐乗せてくれって、どうぞどうぞって言って、ほんで暑い中五十嵐さんクーラーかけなかったらしいんですよ。で次の日ピッチャー集まれ、おベテランの五十嵐見ろ、夏でもなやっぱエアコンつけない、車にクーラーなんかつけんない、だからああやって長くやってんだよ、そんなって夏の2軍の試合終わってから、で、いや、そのやっぱクーラーなんか絶対かけないんですか、え、今壊れてんの。昔はよく壊れてんの、壊れてんのかーい。僕今陣営でそんなもんかな。でも長嶋さんがキャンプに来られた時にさ、田代さんに指導してたんだよ。で、田代さんがなんかこう動けなくなってんだよね、はい、で、このぐらいで喋るんだよ、はい、もうちょっと離れればいいのになと思ってたら、ねえ、田代さん、えらい唾飛んでたでしょって。いや、長嶋さんの唾だからもうしょうがないかなと思って、なんで触らなかったんですか。長嶋さん、足浮かれてた。逃げないように。逃げれないだろう。無意識なんすかね。無意識に踏んでた。無意識なんですか。ほんまに逃がさんぞって踏んでた。面白い。いや、これ失礼だろみたいな。いや、だから動けなかったんだよ。ツバはもうめちゃくちゃ飛んでくるしみたいな。そんな感じの話もあったけどな。やっぱ一つ切ると起きるもんですね。いろいろあるな。沖縄出身のさんっていたんですよ。あの結構面白い人で、こんなエラ張ってる人で、パーって練習してて、ほんでだんだん2週間ぐらいしたら目がおかしくなってくるじゃないですか。もう女の人全員綺麗に見えるじゃないですか。ほんでまた、おい、ケツそんな